熊本経済同友会と熊本商工会議所が開いた新年祝賀会には県内企業の経営者などおよそ430人が出席しました。熊本経済同友会の笠原義久代表幹事は、県内は TSMC を契機に稀に見る好景気が訪れていると述べ、今年の県内総生産額が6兆8000億円となる見通しを示しました。しっかりと前に進み、そして辰年の竜のごとく高く登ってまいりたいと思います。一方で熊本商工会議所の久賀明人会頭は、中小企業に対してコロナ禍に実施された実質無利子無担保の融資制度ゼロゼロ融資について、今年は返済が本格化することによる経営難を乗り切っていくと決意を新たにしました。